今からでも追いつける3分でわかるルート。アニメオトタクシーで二階堂るい役を演じました私三森すず子がナビゲートしちゃいます。それでは早速レッツゴー。探偵事務所で働くレナは経験ゼロのポンコツ新人佐藤を押し付けられ退屈な浮気調査に。うまくいったかに思えた矢先、ずいぶん立派なカメラぶら下げてんじゃねえ。せっかく入手した証拠を全て奪われてしまう。すいません。偶然助けてもらった小料理屋の女将から小戸川というタクシー運転手の謎めいた私生活を解明してほしいという依頼を受け、二人は動き出す。退屈な調査だと思っていたが、乗せたんだよ、行方不明の女子高生。そこには事件の影が。本格的に小戸川を追うことに。人物を遠隔監視できるドライブレコーダーと、あと GPS の設置をお願いしたくて。特急料金支払われます。新しい依頼、依頼というか知人の娘さんが2日前から家に帰らない、連絡も取れない。え、家ですか。すぐ帰るって話だったそうだ。2人は所長が出しっぱなしにした失踪事件の書類を発見し盗み見る。ピャン。ちょっと待って。うん。ユキじゃんこれ。なんと行方不明の女子高生は高校時代の後輩三谷ユキだった。3人組の地下アイドルミステリーキッスに三谷ユキと同じ名前の仮面をつけたメンバーを発見し会いに行くが、そこにいたのはレナのことを全く知らない赤の他人だった。小戸川のタクシーに取り付けた監視カメラを見ていると、カメラのデータ欲しがるやつが現れたら俺に教えてほしい。なんで俺の後をつけた。小戸川とグルなのか。グルってなんすか。グルってあんたがグルなんじゃないの。いない。何のお手伝いを。グムさんに言われた通りに行きますってば。今のところ変わった動きはないっすね。危険な調査を続けるレナに所長は、しばらく休職してみたら。なんでですか。それが嫌ならクビかな。はい。もう真っ当なやり方じゃ間に合わないんだよ。今もずっと袋工事。小戸川の素行調査はいつの間にか町を牛耳るヤクザ、バズりたい大学生、10億円の宝くじを当てた黒服、裏社会の便利屋、パパ活する地下アイドル、町の人々が複雑に絡み合う女子高生失踪事件の真相へと二人を巻き込んでいく。事件の真相とは。でも今降りた子じゃないの。ドボを捕まえます。ドボを踏み込んだら抜け出せない群像ヒューマンミステリールート。実はドブさんに脅されてて。うすうす気づいてたけどさ、あんたってほんと最低だよね。まともに青春時代も過ごせてない人に言われたくないですね。まあ親いないから分かんないでしょうけど。そしてすれ違っていく探偵コンビの行方は。ほんとそれ誰から聞いたの。あれ、もう3分過ぎちゃってるよ。まあいっか。じゃあ6話の次回予告をどうぞ。三谷って芸名なの。二階堂さんしかおるくないじゃん。銀行を襲うんだよ。さらったのお前か。お前何者だ。売ってやる。いくら。10億。ちょっと問題発生です。